こんにちは、創価のですえ今回のお問い合わせは、50歳を過ぎて公務員試験の募集があったので受けてみようかと思いますが、どんなことをやればいいでしょうかということでございますね。えー、ありがとうございます。これはね、何回かこのご相談を受けてるんですよ。特に地方に住んでると、まあ、50歳以上年齢不問みたいな感じで公務員の募集があったりするんですよね。でそれに、50を過ぎた人が、まあ真面目に何の縁もゆかりもなく応募して通ることはありません。これ成績じゃなくてです。 まあというのがこれはねもうできるやつなんですよ50歳以上で募集とか言って結局は身内をそこに形だけ受験させて合格は最初から決まってるんですよね、まあ、だから本当に真剣にやるとき無駄なんですよでよく言われる方法がそれを知った人がね地域の町おこしとかに積極的に参加して名前呼び込んでそれで遠鉱を狙うっていう方法があるんですけどもそれで遠鉱はできないですねそれこそねあの風天の寅さんぐらいの魅力があったらねまた別なんですけども なかなかそうはいかないです。というのが最初から誰を採用したいかを決めてそれで形だけの募集をまあ一般に開放するだけなんでこれはね最初から合格者を決めて人数まで決まってるんですよ。それ以外の人はあの書類を送ったところでまあ読まれることもないです本当に大変ですよこれは <laughs>、はい。ということなんでチャンスはありませんのでまあやるだけ無駄ということです。 でもチャンスがねないからといってまあ他にも抜け道がないのかっていうとそうでもなくてその公務員で私たち50歳以上が若手として採用されるとしたら結構いい年齢としてね採用されるとしたらそれはね市議会選ですよ市議会選っていうのは例えば何々市の市長とかね市長とかは大変なんですけども市議会っていうのは 師匠の言ってることにケジつけるだけでいいんですよ。と、もっと言ったらですね、何もしなくても、出席さえしなくても、決められた時間数だけ、年間で、えー、本当にね、何十日ぐらいかな、本当に30日とか、そのぐらいですよ。40日とか、ちょっと詳しくは忘れましたけども、それこそ1年間のうちに、賞味2ヶ月ぐらい、自分の体をお、形だけ預ければ、あとはもう何をしても自由です。基本的にやることないんですよ。でも本当に、町のことを思うんだったら、フリーになったその時間で、まあ、いろんなね、伝畑の聞き取りに行くとか、 過疎の方に足を向けてそこのの問題点を聞くとかっていうので、えー、それからねあの市長とかに議会として質問するっていうのはあるんですよ許可を取ってみたりとか活動するっていうのは。でもそんなことは結局人のこととかやんないでしょ。で実際に暮らしててもその市議の方がね自分が当選するためだけに活動することはあってもねそれこそその辺で旗持って立つことはあってもお困りのことありませんかとかって真面目に耳を傾けて膝ざつき合わせて話を聞きに来ることってないでしょ。ね、そういういももんなんなですよだから市議会ってのは最も 楽ちんに金を稼ぐ方法であってベーシックインカムなんですよそこで真面目に仕事する人はいないですというのが市長と市議の対立になりますんで長引くでしょ真面目に仕事しないといけないでしょで、根拠を求められでしょ爆発してやってらんないんでやめるんですよお金がだんだんんだんだん入ってきて でやることもやってもやらなくても自由と、最終的には市長が責任を取るってことだったら、市議が真面目にやるわけじゃないんですよ。まあ、ですので、そこに、うん何がしかの公約を持って、そして、自分の得票数、大体いい1000名、1000票が取れるような自信があれば、大体取りますんで、それでやってみたらいいんじゃないですか。まあ、2000票取れるようだったら、もう、まあ、市区町村によっても開きがありますけども、大、ま、体、あ、いい取るんじゃないですかね。大体いい1000票目安で、1000人票が集まりそうだなと思ったら、出ればいいと思うんですよ。 まあですんでね、えー、どっかの公党の購入を受けれるんだったらどんどんそこの公党の購入を受けてで適当なことを演説してねで運が良ければ宝くじみたいに通るみたいなで結局ね市議ってあまり動いてないでしょ動いてないからあの新しい人が来たら目立つんですよでちょっとねこれは裏技的にお話し,しますけども公明党の <laughs> 公明党の応援を受ければ大体通ります公明党って要するに宗教の方ですよ うん、そういう方が投票を入れてくれる可能性が高いんで、で公明党の勢力をあの地方に伸ばすために、まあ協力していれますから。だから公明党の党員って多いんですよ。で、公明党で当選したら、総学会の人もうちの党からも何人出てますよって自慢できるじゃないですか。で、影響力を増して、自分の,あの宗教活動をうまくやるために使うわけですよ。だから政治とその宗教が本当にね、二人三脚であの、何の理想もなく、ただ金のためだけにやってるのが、その公明党と、 その総学会の関係なんですよね本当に創価学会の思想が公明党に反映されればこんな世の中であるわけないんですよそれこそこの公明党の皆さんと創価学会の方がね本気で政治をやったら自民党になんてすり寄る必要は全くなくって公明党単独でできるはずなんですよでもそうはなってないんですよ全員からのためにやってるだけだと私は思いますけどね違うようでしたらまた皆さんからの,あの反論もいただきたいと思いますもちろんねあの公明党の下部組織である創価学会 こちらの方であの熱心にされている方たくさん知ってますね個人的にはすごくね魅力的な方だと思うんですよでもそこに公明党が残念ながら蓋をしてるんですよねですので公明党の利用価値っていうのは選挙に通るために地方議会選に通るために公明党を利用して通ったら公明党のことなんか形だけね顔だけやるふりして最もサボる議員になればいいんじゃないですか儲かると思います以上です